マガタマの便箋。こんにちは。今年も残り少なくなりましたね。風邪はひいていませんか？クリスマスはどうしていましたか？私は最高のクリスマスプレゼントをもらいました。最近クラスメートとうまくいってなかったんです。それが親友のおかげで仲直りできました。最高のプレゼントとは友人です。先週親友と玉造湯神社で金井石をもらってきたんです。お揃いで勾玉のペンダントを買ってイニシャルも彫ってもらいました。そして親友がクリスマスパーティーを考えてくれたんです。クラスメートと前のように盛り上がろうという計画です。これが大成功。親友は天才です。彼女は企画力があって人を引きつける魅力があります。私は最高の親友を持っています。彼女とはいつまでも仲良くしていたい。永遠に親友でいたい。とても幸せなクリスマスでした。文野彩。おはようございます。男の友情はわからないけど、女性の友情は意外と脆いですよ。私、高校の親友に裏切られたんです。一緒にコンサートに行く約束してたのに、親友は彼氏とハワイに行ったんです。ひどい話でしょ。それで親友とは絶交したんです。ダメです。約束してたのに裏切るなんて許せません。土産屋さんもあって楽しいですよ。それと勾玉のアクセサリーが人気です。女性ですか？つまり胸元ばっかり見ていたんですね。ナンパでもしたんですか？でも勾玉のアクセサリーをつけていたのって女性なんでしょ？やっぱりナンパしたんでしょう。お気をつけて。
なた、また来たかね。私じゃないで。そういえば4日前の夜誰かが来ちょったみたいよ。見たのは私じゃなくて息子なのよ。でも女の人だって言っちょったわ。ほんなら私は買い物がアーケン。いらっしゃい。へい、シラウオの刺身定食を一丁。大発見でやすよ。あまりにすごくて目を回さないでくださいよ。幽霊の出る日が分かったんでやす。そうです、ブログを調べたら幽霊が出る日は決まって。どうして知ってるんでやすか。大発見だと思ったんでやすがね。お待たせしやした。半額でいいね。いいが、それよりスタンプラリーの台紙は？今日はどこに行ってきたや。送迎か。海の夫妻はここに来ちょっただ。ご主人は大学教授の立派な人だ。奥さんの陽子さんもいい人なんだが、時々辻褄の合わんことを言っちょったんだ。娘さんは亡くなっちょったに、いい貴重やな話をするだ。亡くなる前日にも店に来ちょったわ。以前より元気でとても幸せそうだった。娘さんがクリスマスパーティーをやってくれると言っちょったわ。じゃあ俺は仕事に戻る。
っていいよね。音楽のない人生なんて無だ。何かお探しかな。なるほど、では歌ってもらいましょう。はい、どうぞ。それなら石塚雄太郎かな。獅子田翔か。大林朝日ですか。大林朝日なら大ファンですよ。どういう詩でしたか。オフコース、わかりますよ。古い名前で店にいますですね。レコードがありますよ。この歌は両親が結婚、離婚を繰り返すことで名字が変わってしまった女性が離れ離れになった恋人になかなか再会できないという悲恋の歌です。昨日のあれはどういうことですか。無茶なことはやめてください。それで原因は分かったんですか。何ですか。チニールは着色料に使う食紅の材料です。食品の赤い色を出すのに使います。それと特撮の血のりを作るときに使うようです。何か関係あるんでしょうか。何ですか。西野さんのフルネーム調べてみます。チュンさんのためなんですよね。金石を買っとるんですよ。ここで買った石を水で清めてから願い石に触れさせるんです。これで願い石の力が金石に伝わるんです。その後で拝殿でお願い事を書いて終了です。叶うといいですね。
それで願いが叶うわね。何をお願いしたの？秘密。教えてよ。いくら親友でも教えられません。じゃあ私も教えない。ですか？オリジナルのマガタマペンダントです。ここでしか買えませんよ。はい、この温泉だけの販売です。その月のイメージ色のみの販売です。赤は12月ですね。マガタマにイニシャルを彫るサービスも無料で行ってますよ。いかがですか？いらっしゃい。今日は来てませんね。ふざけてるのか？最初の一歩が遅いんだよ。必死でやれ。またお前か。文通相手の件は型がついただろう。まだ帰らないのか？あれは真実だ。嘘じゃねえって言ってるんだ。お前は本当にしつこい性格だね。
女子の友情なんて俺に分かるわけないだろ。ああ、一緒に野球をやっていた幼馴染がいる。まあそうだな。お前は見当違いをしてやるぞ。あそこまで彼女が追い込まれたのは親友のせいだ。それは監督、何かあったんですか？いや、なんでもない。こいつ友人で、ちょっと昔話に花が咲いてね。そうですか。甲子園を目指して練習中なんだ。もう帰ってくれ。おい、大場高校のパンフレットが新しくなったんだ。玄関の受付にあるから一つ持っていけ。どうしました？ええ、構いませんよ。ご自由にお持ちください。は取ってありますか？今呼び出しますね。村上さんからあなたが来たら連絡してほしいと言われてるんです。村上さんに気に入られたみたいですね。マックスなところじゃないですか？呼び出しますから少々お待ちください。帰らなかったのね。教えたい気持ちはあるわ。でもそれだけじゃないわ。いよいよ確信ね。分かってるなら話すことはないわね。私は嫌いだったわ。というか今も好きじゃないわね。ただ気が合わないだけ。
親友はチビが好きだったのよ。でもチビは彼女が好きだった。親友は彼女が羨ましかったのかもしれないわ。それが妬みになった。原因は全員にあるわ。でも一番罪が重いのは親友だと思うわ。彼女がしっかりしていたらこうはならなかった。ここまで自力で来たんだから自分で探して。嫌いだけど、でも守ってあげたいの。私たちの夢なのよ。私、高校の頃に思い描いた自分から随分と離れてしまった。クラスメートの誰かが夢を叶えたら自分ももっと頑張れると思うの。だから嫌いだけど応援したい。やれてないけどね。あのポスターに書かれてるの私なんだって。まるでタレント扱いよ。何？それは分かってるけど。そうね、ありがとう。いないわよ。西野さんはもういないわ。でしょう。館長候補の人を調査してるんですか？私は石原部長が館長になることに賛成です。はい。それは両親が離婚したからですよ。部長は情熱の人です。そして温かい人。うちに情熱を秘めているんです。今回の企画展も部長が絶対に成功させるんだって周りの反対を押し切って言ったんです。見てあげてください。特に母という絵は心が揺さぶられます。夢を叶えてあげたくて、私の独断でここに展示したんです。
れるんです。ちょっと付き合ってもらえますか？実はお願いがあるんです。私引っ越しをしたんですけど、仕事の資料を入れた段ボールが積み重ねた上に置かれていて、それを取ってもらいたいんです。ここから歩いてすぐです。上の段ボールを下ろしてもらえますか？そうですけど、どうかしましたか？ありがとうございました。これで部屋が片付きました。そうなんですか。私は高校を卒業してから行っていないわね。すいません、少し待ってもらえますか？お酒が見つからなくて。おかしいわね、この下かしら。それはそうですよ、名字なんてそうそう変わるものじゃないでしょ。見つからないわ。ビールでいいですよね。どうしたんですか？なんか怖いわね。言っている意味がよくわからないわ。そう？だから何ですか？そんな人たち知らないわ。があったんじゃないかしら。余計なことは考えないで一杯やりましょう。そんなものがあったのかしらね。
憶測で語るのはやめて。全部偶然よ。だって私はチビって人を知らないわ。全部あなたの憶測でしょ。あなたの方こそいい加減彼女のことは諦めてよ。証拠はあるの？大場高校のクラスの名簿でも持ってるの？嘘。石原という生徒はクラスにいなかったはずよ。私がクラスメートだったという証拠はないわ。旧姓がわからないと本当に名簿に載ってるかどうかもわからないでしょ。どうだったかな。私は親友じゃないわ。確かに私はクラスメートだったのかもしれないし、両親の離婚で名字も変わっている。でもそれだけよ。あやさんも親友も関係ないわ。何なのよ。それは違うわ。これを読めというの？こんにちは。今年も残り少なくなりましたね。風邪はひいていませんか？クリスマスはどうしていましたか？私は最高のクリスマスプレゼントをもらいました。最近クラスメートとうまくいってなかったんです。それが親友のおかげで仲直りできました。最高のプレゼントとは友人です。先週親友と玉造湯神社で加賀石をもらってきたんです。お揃いで長玉のペンダントを買ってイニシャルも彫ってもらいました。そして親友がクリスマスパーティーを考えてくれたんです。ク
クラスメートと前のように盛り上がろうという計画です。これが大成功。親友は天才です。彼女は企画力があって人を引きつける魅力があります。私は最高の親友を持っています。彼女とはいつまでも仲良くしていたい。永遠に親友でいたい。とても幸せなクリスマスでした。文野彩。そうよ、この手紙に書かれている親友は私よ。懐かしいわね。彼女と一緒に玉造湯神社に行ったわ。大学合格をお願いしないとね。どうしたの？私はそれより以前と同じようにみんなと仲良くなりたい。それならそうお願いしましょう。みんなでクリスマスパーティーやらない？え？みんなで集まってワイワイ騒ぐの。そうすればきっと仲直りできる。うん、やりたい。クリスマスパーティーやりたい。私が願い石に願ったのは大学合格じゃない。彼女の受験が失敗すればいいと願ったのよ。彼女が引っ越してきてから私たちはずっと友達だった。二人で同じ大学に行こうって約束してた。それなのに彼女は高3になって変わったわ。別人になってしまった。そして成績を伸ばして国立を目指した。頭では理解していたわ。でも裏切られた気分だった。大嫌いな母親にあなただって頑張れば国立に行けたのにって言われたわ。そんなお人よしの自分も嫌いだった。人に相談されると嫌でもつい助けてしまう。あの日あんなところで雨宿りしなければ彼女も彩さんにならなくて済んだのに。何事もなく最後の高校生活を送れたのに。絵に雫のせいよ。聞いたでしょ。彼女は教室で手首を切って自殺したの。調べたわね。何のことかしら。私とは限らないでしょう。そうよ、それも私よ。花を供えるのがいけないの？
だったら何よ。私ってそんなに魅力ないかな。エニシズクで会った後、もう一度偶然会ったのよ。映画やドラマなら恋人になるパターンでしょ。私に夢中にさせて、手紙の彼女のことなんて忘れさせた。よくあるって言って欲しかった。本当に優しくない。そういう人だから彼女は手紙を楽しみにしていたのかもしれないわね。支えだったみたい。そばにいる私よりずっと力になっていたのよ。全てを話すわ。でも今日はダメよ。明日みんなを集めて話すわ。その方がいいでしょ。明日の午後5時、新寺湖畔で待っていて。クラスメートを集めておくわ。のぞくんは相談に乗ってもらったけど、付き合っているわけじゃないわ。じゃあ、また明日ね。